意味のある行動を取ってくれ。でも意味のある行動ってなんだよ。カメラでやられた。多めなランチャーです。メイン、ちょっと待って。意味のある行動ってなんだ。あっ、ね、本当に文字にしてくれないと。意味のある行動って何。やばい、これを考えるとティルるから、本当にやめよう。あの難しいこと考えるのはやめよう。絶対こっち来てください。また。はい、私もうこっち怖いよ。ちょっと言ってよ。狩りの時間よ。どうした？ちょっと。ああ！ナチュラルコローダー、コンペもグランといてくれ。迷惑すぎ。でもね、バロラントに認められてこのランクなわけですから、私は。文句を言うのはやめてください。バロラントがかわいそう。ランクシステムってそういうものですからね。ライアットを批判するな。はゆりちゃん、扉開けるときはロープウェイにスモーク入れてもらって、話してもらってからじゃないと無意味に死んで意味のない行動になっちゃう。なるほどね。そう、文字に起こしてくれたら嬉しいな。わかりやすい、とても。フルパで上げただけやん。でもフルパって合法だよ。悪いことしてるわけじゃないからね、フルパは。残り1名。ちなみにちなむと、まあだからそれはね、それがサバーカの人たちとフルパしてランクを上げるとかだと問題になってくるけど、全員だってね、合法フルパーティーなんだからね。それはだってバロラントがそういう仕様にしているんですから。ダイアットの文句言うのやめてください。あー、ごめん。じゃあ取って、こっち。あれ、オーメンのライアットの文句言ってはいけないっていうのもおかしいぞ。でもそれは私の配信のルールなんですよね。私の配信のルールって、まあ私に対して文句を言うのはね、別にいいんですよ。私に対しての文句はいいですよ。でも他の配信者の文句、他の物への文句はここで言うのはやめてくださいっていう私の配信のルールなんで。で、その私に対してはね、ランクに入ってくんな、適正ランクじゃねえから入ってくんなとか、ナチュラルトロールはランクやるなっていうのは私への文句じゃなくてライアットへの文句なんでね、それって。ウォッチザロックつまんねえ。はぁ、お前だけは許さねえわ。お前だけは絶対に許さない。今私に対してあーだこうだ言ってきたやつ以上にお前が一番許せねえ。あえてをしないカルビちゃん、強すぎ。そろそろ寝ないといけないから、最後に妹になっておやすみって言ってほしいな。起きたらプラチナになっちゃってるのかな。気持ち悪い、本当に。敵残り1名。いや本当にやめた方がいい。本当に気持ち悪い、本当に痛い。向こうのチェンバーに気をつけろ。一番嫌だ、一番私嫌だわ、そういうタイプ。いや申し訳ないけど一番嫌いだ。いやごめんごめん。お兄ちゃんって呼んでとか言ってる人が一番気持ち悪い。あ、ごめん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 、そんなことない。嘘嘘、冗談です、冗談冗談冗談ですよ。一番好き、うん、一番好き。トラブルジェット。もうお兄ちゃんって言いたいもん。妹になりたい。フラッシュマンだ。あーい、じゃあ行ってあげなよ。お前のお兄ちゃんありがとう。おやすみ。本当にキモい。あ、ごめんごめん。本当にキモいじゃん。うん、本当に好き。マジで好き。いや、そういう人本当に好き。あ、ごめん。レイナハープ。残り1名。あー、うまっ。
なんか最近ちょっとさ、私にチクチク言ってくる人増えてきた気がするな。なんか懐かしい気持ちになってる最近。いやなんかここ本当に最近増えたんだよそういう人。その前まではさ全然言われなかったんだよな。なんか懐かしい気持ちになってる。喜んでない。開けた側お願いします。全然喜んでない。いやうざいけど、あ、前も言われてたなこういうことって思い出した。そういう懐かしい気持ちになってる。ハルジェットで敵味方試合を破壊するじょ。味方は破壊しねえよ。何敵味方試合を破壊するじょって。敵を破壊すんなよ。タワーじゃね？タワー、あ、ごめん、あのタワーオメン、うわ、オペ取られました。最悪だ。壁を消すわ。最後の一人だ。ナイス。あるぞこれ。ナイス？ありますぞ。毒の壁よ。これあれこれ私のオペ。よしさっさとやろう。この後用事あるんだ。パーフェクト。ナイス。ありがとうございました。私ボタンまで私これ本当にこれでいいのか。まあいっか。味方はもう実力のうちだもんね。運は実力のうちでも、味方運は実力とは関係ないだろう。ぶっ飛ばすぞ、お前。でも私が、まあ、もっとね、これよりもっとできなかったら勝ててなかったかもしれないからね。ぶっ飛ばすぞって言ってる。お前もさ、いや、お前も、味方運で勝ったことあるだろ、普通に。誰だって味方運で勝つことあるだろ。うぜえな、1111。頼むからジェットはやんないでください。じゃあお前何やれっつ？じゃあ何やれっつんだよ。ルー、いい、お前。お前がやったやつじゃあやるよ。おい。ルー、いい。早く言えよ。じゃあ何やれっつーの？そういう強い言葉は僕に言ってくれるかな？うるせえ、ほんとに。気持ち悪いおじさんだな、マジで。